ランディモス。ランディモスはアメリカウェストバージニア州ランド出身のアメリカンフットボール選手。NFL の5チームで14シーズンプレーした。ポジションはワイドレシーバー、WR。2010年までの13シーズンで10回1000ヤード以上のレシーブを記録しているリーグを代表するレシーバーの一人あった。兄のエリック・モスもアメリカンフットボール選手で1999年に NFL ヨーロッパでプレーしている。ウェストガージニアシューベルの高校に進学した。彼はアメリカンフットボール以外にバスケットボール、野球、陸上競技などで好成績を上げた。アメリカンフットボールでは1992年、1993年と2年連続で州のチャンピオンとなった。彼はワイドレシーバーとしてだけでなくディフェンシブバック、リターナー、 プレースキッカー、パンターも務めた。1994年に彼は、州の最優秀選手に選出された。バスケットボールでも後に、NBA で、スター選手となるジェイソン・チャンドラー・ウィリアムスとムーメイト、だった彼は1993年、1994年に、州の最優秀選手に選ばれた。 陸上競技では1992年に100メートル、200メートルで州のチャンピオンとなった。野球では中堅守を務めた。1995年3月23日、彼の友人の机にオールニガーズマストライ。黒人はすべて死ななければならない。と書いた白人学生に暴行を加えて起訴された。同年8月31日。 彼は暴行罪により30日間の禁錮となった。3日間の刑期を務めた後、一旦釈放され残りの27日間は18ヶ月以内に務めることとなった。彼の夢は、ノートルダム大学か兄のエリックがオフェシブタックルとしてプレーしている、オハイオ州立大学でアメリカンフットボールを行うことであった。当時のノートルダム大学ヘッドコーチのルーホルツからは、 これまで私が見た高校生アスリートの中で最高の選手の一人であると評価された。しかし前日の暴行を起こした結果、彼はノートルダム大学からの奨学金を受けることができなくなり、問題児の扱いには実績のあったボビー・ボーデンのいるフロリダ州立大学に進学することとな。フロリダ州立大学のボビー・ボーデンからは運動能力はディオン・サンダースと同程度であり、 彼よりサイズがあると評価された。一旦はノートルダム大学の受け入れが決まっていた。彼は NCAA から転校生同様の扱いを受け、1年目の1995年を彼は練習生として過ごした。彼は大学入学後40ヤードダッシュで4.25秒。彼より速かったのはディオン・サンダースの4.23秒のみの成績を残した。 しかし1996年4月にマリファナの使用により、服役、フロリダ州立大学を去ることとなり、マーシャル大学に転校した。1996年、チームメイトにザ・フリークと呼ばれた、彼は12シーズン前の1984年に、ジェリー・ライスがミシシッピ・バレー州立大学で記録した、NCAA 記録に並ぶ28タッチダウンを挙げて、NCAA ディビジョンが AA a チャンピオンシップゲームのモンタナ大学戦では4、タッチダウンレシーブを挙げて優勝に貢献し、IAA のオールアメリカンに選出された。サザンカンファレンスの陸上競技大会では55メートルで6秒32、200メートルでカンファレンス記録から0秒0に遅れの21秒15を記録した。なおこの年彼は現在4人の子供をその間に設けている。 ガールフレンドの喧嘩で二人とも起訴された。チームが、ディビジョン IA に昇格した1997年には、チャド・ペニントンのペアで彼は1989年に、ヒューストン大学のマニーハザードが作った記録を、更新する、NCAA ディビジョン IA 記録となる25、タッタウンを挙げて、ミッドアメリカンカンファレンスで優勝、ビレトニコフ賞を獲得、ハイズマン賞の投票でも、 ライアンリーフ、ペイトン・マニング、チャールズ・ウッドソンに次いで4位、マックスウェル賞の投票でも4位となった。この年の初戦、陸軍士官学校との試合で彼は5回のキャッチで186ヤードを獲得にタッチダウンを上げた。最初のタッチダウンは、ペニントンがサイドライン際に投げ捨てようとしたパスを40ヤードライン付近でキャッチした彼は最後50ヤード独走して、 得点を挙げた。2回目のタッチダウンは、第3ダウンからのスクリーンパスを受けて、キャリア最長となる90ヤードのタッチダウンであった。翌週のケント州立大学戦では、自身3度目となる200ヤードを超えるレシーブ力を果たした。さらに2週間後のボール州立大学戦では13回のキャッチで205ヤードを獲得、大学記録となる5タッチダウンを挙げた。 ミシシッピ大学とのモーターシティボールでは最初の攻撃シリーズに80ヤードのタッチダウンレシーブを上げて7から7の同点に追いついた。当時 NCAA ではボールゲームの記録はシーズン記録には含まないこととなっていたためシーズン26個目のタッチダウンは記録上はシーズン記録に含まれないものとなった。試合は接戦のまま第4球残り31秒に デュース・マカリスターが1ヤードのタッチダウンを上げて、ミシシッピ大学が34の31とリードした。試合最後のプレイでペニントンから、モスへ40ヤードのパスが投じられたが逆転、TD を上げることはできなかった。この試合で彼は6回のキャッチで173ヤードを獲得した。彼は、マーシャル大学での2シーズンに28試合出場したが、すべての試合でタッチダウンを上げた。 1998年の NFL ドラフトで一順目上位で指名されることが期待されていたが、全体21番目でようやくミネソタバイキングスに指名された。これまでの素行の悪さが影響して、彼の活躍に対して低い指名順位であった。彼の指名を回避したチームの中に、ダラス・カウボーイズがあった。彼はカウボーイズのファンとして育ち、同チームでプレーすることを望んでいた。 カウボーイズはアルビン・ハーパーが対談した後のワイドレシーバーのタレントが不足していたが彼のそれまでの情からジェリー・ジョーンズオーナーは彼の指名に同意することなくカウボーイズは彼を指名しなかった彼の指名が回避された理由としてカウボーイズのエース WR であるマイケル・アービンはミノ・フィールド外でのトラブルがモスの指名をカウボーイズが避けることになったと謝罪している モスを指名しなかったカウボーイズは、停滞しっぺ返しを食うこととなった。バイキングス在籍中の2004年まで5試合、オークランドレーダーズに移籍した2005年の1試合と、カウボーイズ相手の6試合で20回のキャッチで675ヤードを獲得、10タッチダウンを上げることになる。ドラフト指名後、彼は、バイキングスと4年間450万ドル、 出来高払いで最大400万ドルの契約を結んだ。1年目の1998年は69回のキャッチで NFL3 位の1313 13ヤード、平均19ヤードでリーグトップ、そして新人記録となる17タッチダウンを上げる大活躍を見せて、その年の NFC のオフェンスルーキープレイヤーオブザイヤーを受賞した。開幕戦のタンパベイバッカニアーズ戦で ブラッド・ジョンソンから11ヤードのパスをキャッチしたのを、皮切りに、回のキャッチで95ヤードを獲得、にタッチダウンを上げて31から7の勝利に貢献した。第5週、敵地乱暴フィールドでのグリーンベイ・パッカーズとの、マンデーナイトフットボールでは5回のキッチで190ヤードを獲得、52ヤードと44ヤードの2本のタッチダウンを決めた他にも46ヤード。 41ヤードのロングゲイン、オフェンスのホールディングの反則による取り消しがなければ75ヤードタッチダウンも決めていたところであった。全米に中継された感謝祭の日のダラスカウボーイズ戦では3タッチダウン、いずれも50ヤード以上を上げる活躍を見せた。またエルロイハーシュ以来となる40ヤード以上のタッチダウンレシーブを10回、50ヤード以上のレシーブ、50ヤード、 以上のタッチダウンレシーブ5回の NFL 大記録を達成した。チームは、モスの活躍などで、この年、NFL トップの556得点、1試合あたり34.8得点を上げて、NFL 最高の15勝1敗でシーズンを終えたが、アトランタファルコンズとの NFC チャンピオンシップームで、オーバータイムの末、27から30で敗れ、 第33回スーパーボール出場は逃した。翌年行われたプロボールでは MVP を受賞している。バイキングスでは1998年、1999年、2000年、2002年、2003年とプロボールに選出されている。1999年11月14日にソルジャーフィールドで行われたシカゴベアーズ戦では、 自己最高の12回のキャッチで204ヤードを獲得し27から24でのオーバータイムでの勝利に貢献した。この年先発 QB がランドール・カニンガムとジェフ・ジョージで定まらない中、彼は80回のキャッチで1143ヤードを獲得、11タッチダウンを上げ2年連続でプロボールに選ばれた。ワイルドカードプレイオフのダラスカウボーイズ戦でも5回の キャッチで127ヤードを獲得、1タッチダウンを上げて27から10での勝利に貢献した。ディビジョナルプレイオフのセントルイスラムズ戦では9回のキャッチで188ヤードを獲得、2タッチダウンを上げたがチームは37から49で敗れた。その一方でオフィシャルへの暴行、ウォーターボトルの中身をぶちまけて NFL から2度の罰金を命じられた。 2000年には新人 QB のダンテカル・ペッパーがエース QB となったが77回のキャッチで1437ヤードを獲得15タッチダウンを上げた。なおこの年オフィシャルへの暴行で NFL から罰金を受けている。チームはこの年も NFC チャンピオンシップゲームに出場したがニューヨークジャイアンツに0から41と惨敗し彼はチーム批判を行った。 この年も彼はプロボールに選出されている。シーズン終了後、翌2001年シーズンが契約最終年の彼は350万ドルの年俸を受け取る予定となっていたが、彼とその代理人は契約の見直し交渉を行い NFL 史上最高額での契約を求めた。彼の代理人はこれまでクォーターバックが史上最高額の契約を獲得してきた慣例を 改めるべきだと主張した。7月のトレーニングキャンプが始まる直前、レッド・マコームズ・オーナーと彼は8年間7500万ドルの契約延長を果たした。この契約には1000万ドルのサインボーナスが含まれ800万ドルが保証され。2001年、彼は82回のキャッチで1233ヤードを獲得、10タッチダウンを上げたが、プロボール出場を プロ入り後初めて逃し、チームは5勝11敗に終わった。この年のプレシーズンのエキシビジョンでのドレスコード違反で3万ドルの罰金を受けた。2002年1月10日、チームは前年シーズン途中にデニス・グリーンに代わって暫定ヘッドコーチを務めていたマイク・タイスを新ヘッドコーチとして迎えた。タイスコーチは前年まで以上にモスをターゲットにした。 プレーを増やしパスの40%ほどがモスをターゲットにしたプレーとなった。彼は NFL3 位の106回のキャッチで NFL2 位の1347ヤードを獲得し7タッチダウンを上げて4回目のプロボールに選出されたが彼へのパスが40%以上を占めたゲームでは4勝1敗だったもののそうでないゲームでチームは1勝10敗であった。このチーム戦略は バイキングス WR、クリス・ウォルシュによって、冗談ルールに習い、ランディルールと名付けられた。9月24日に、ミネアポリスで、婦人警官の制止を聞かずに、彼の前方に立ち塞がった彼女を跳ねてしまった。彼はその場で逮捕され、車内からはマリーファナが見つかった。有罪となった。彼は1200ドルの罰金と40時間の社会奉仕が命ぜられた。2003年、 彼は NFL2 位の111回のキャッチで1632ヤードを獲得し NFL トップの17タッチダウンを挙げたが最終週のアリゾナカージナルス戦で敗れて9勝7敗となりプレーオフを逃したシーズンオフにマイアミドルフィンズが彼をトレードで獲得しようとしたがバイキングスの条件がドラフト1巡目指名権3つだったため交渉は成立しなかった 2004年、開幕から5試合で8タッチダウンを挙げたが、第6週のニューオーリンズ・セインツ戦で、ハムストリングを痛めた、彼は、第7週のテネシー・タイタンズ戦で、それまで続けていた連続パスレシーブ記録は101試合で、途絶えた。第8週のニューヨーク・ジャイアンツ戦にも出場したが、主に囮ととしての起用であり、その試合もレシーブレに終わった。その後3試合に欠場し、 第12週のジャクソンビルジャガーズ戦ではタッチダウンを上げている。この年次子最低の49回のキャッチで767ヤードに終わったものの13タッチダウンを上げている。しかし最終週のワシントン・レッド・スキンズ戦で試合時間が残り2秒残っていた時点でフィールドを去り、ロッカールームに戻ったことが批判された。このことについて彼は後日バイキングスが オンサイドキックをリカバーしたとは考えなかったと述べている。バイキングスではクリス・カーターに次ぐ574回のキャッチ、90タッチダウンを挙げた。2005年3月7シーズンを過ごしたバイキングスから LB ナポレオン・ハリス及びドラフト1巡目トロイ・ウィリアムソンが指名された。7巡目指名権と引き換えにオークランドレーダーズに移籍した。 2005年は60回のキャッチで1005ヤードを獲得8タッチダウンの成績を残した。2シーズン満足のいく結果を残せずドラフト40名、指名権と引き換えに2007年4月29日、ニューイングランドペートリオッツに移籍した。この年ニューヨークジェッツとの開幕戦では9回のキャッチで181ヤードを獲得51ヤードのタッチダウンを挙げた。 また11月18日のバッファロービルズ戦では前半だけで4タッチダウンレシブを上げる活躍を見せた。最終週のニューヨークジャイアンツ戦ではジェリー・ライスの持つシーズン最多タッチダウンパス補給記録22を更新する23本の TD パスを補給する新記録を達成し、コップレイはトム・ブレーディもベートン・マニングのシーズン記録を更新するシーズン50個目の TD パスであった。 再び、プロボールに選出された。この年彼は、チーム歴代3位の98回のキャッチ、同じ年のウェズウェルカーの112回、2001年のトロイ・ブラウンの101回に次ぐ、チーム記録となる1493ヤードを獲得した。彼の活躍もありチームは1972年のマイアミドルフィンズ以来となる、レギュラーシーズン16戦全勝し、 1972年は14試合制。チームは第42回スーパーボール出場を果たしニューヨーク、ジャイアンツと対戦した。スーパーボールでは第4球にタッチダウンを上げたが、チームは逆転負けを喫し、スーパーボウルリング獲得はならなかった。2008年3月3日、ベイトリオッツと3年契約で2700万ドルの再契約を結んだ。同年、 シーズン中にレーダーズオーナーのアルデービスは、モスの遺跡に際してビルベリチックペートリオッツヘッコーチによりタンパリングが行われたと発言したが、ベリチックはこれを否定した。2010年1月31日に発表された NFL2000 年代オールディケードチームに選出されている。2009年開幕週のバッファロービルズ戦では、自己ベストの12回のキャッチで141ヤードを、 獲得25から24の勝利に貢献した。10月11日のデンバーブロンコス戦では試合終了直前にディフェンスして起用されインターセプトを上げた。第6週のテネシータイタンズ戦では3タッチダウンを上げた。第9週のマイアミドルフィンズ戦で NFL 歴代2位イの140個目のタッチダウンを上げた。 第10週のサンデーナイトゲームでは NFL11 人目となる900レシーブ、7人目となる14000ヤード獲得の記録を達成した。この年83回のキャッチで1264ヤードを獲得、13タッチダウンを上げた。彼はチームメイトのウェスウェルカーの代わりにプロボールに選ばれた。ベートリオッツとは2010年で契約が満了することになっていたが、 再契約に向けたチームとの交渉がなされないことに不満を漏らしていた。2007年から2009年まで3シーズン連続でレシーブで1000ヤード以上を獲得し2桁タッチダウンを上げ、52試合で259回のレシーブ、3904ヤードを獲得し50タッチダウンを上げた。2010年10月6日、ペイトリオッツの2012年のドラフト7巡目、 指名権と共に2011年のドラフト30名指名権との引き換えでミネソタ・バイキングスにトレードされた最初の試合でブレッドファーブの通算500個目のタッチダウンパスを受けたしかし4試合出場した後バイキングスがベートリオッツに敗れた翌日の11月1日チームの人事権を持つブラッド・チドレスヘッドコーチによりウェーバーにかけられケニー・ブリッドが負傷している テネシータイタンズに移籍した。タイタンズに加入した最初の試合で彼は1回のキャッチに終わった。この年3チームを渡り歩いた彼は28回のレシーブで393ヤード獲得にとどまっている。2011年8月1日代理人を通して現役引退を決意したことを表明した。2012年引退を撤回し、 現役復帰を目指すことを表明した。同年3月12日、サンフランシスコフォーティナイナーズと1年契約を結んだ。9月9日の試合で、キャリア154回目の TD レシーブを上げて、テレル・オーウェンスを抜いて、ジェリー・ライスに次いで NFL 歴代2位となった。このシーズン、ナイナーズは第47回スーパーボウルに進出した。スーパーボウルウィークに、モスは、 数字が全てではなく、フィールド上でどれだけのインパクトをもたらせたかが重要と、い、自身を史上最高の WR であると発言した。ジェリー・ライスを差し置いたこの発言は、ナイナーズの OB に不快感を与え、スーパーボールの第2球、エドリードがインターセプトしたプレーで、ボールは高すぎたが、モスが、ボールに食らいつこうとしなかったことについて、ビル・ロマノースキー、ドワイト・クラークは、ワニの腕、 アルリガトルアームドイットイコール腕を伸ばさなかった。などと批判した。2013年8月、FOX スポーツのアナリストに採用された。2012年までに残した記録は、NFL9 位の982レシーブ、歴代3位の15,292ヤード、歴代2位の 156TD。サイズ、優れた、ボディコントロール、 スプリンターとしてのスピードとワイドレシーバーに必要なすべての資質を備えたスーパープレイヤーであり、ロングパスを補給する能力に秀でている。その高い身長を生かしたキャッチは、あらゆるコーナーバックとの競り合いに勝ち、時にはダブルカバー、トリプルカバーをもものともしないキャッチを見せる。大学時代に陸上競技も兼任しており40ヤードを4秒25で駆け抜けるスピード。 垂直飛びでは、最盛期には51インチ、130センチメートルの、跳躍力を持っていた。ダラスカウボーイズのディフェンスコーディネーターであったマイク、ジマーは、ジェリーライスより、スピード、サイズがあり彼は、史上最高の WR だと評した。バイキングスで同僚だったネートバー・ールソンは2012年に、同僚のカルビン・ジョンソンと共に結出した、フィジカル、高いフットボール IQ。 ずば抜けた補給力を持っていると評価している。その一方で、大学時代からプレーで全力を出し切っておらず、怠慢だという批判を浴びてきたが、2009年シーズンには、プレーに、ムラがあることが、複数の選手などから指摘されている。2009年12月13日の、カロライナ・パンサーズ戦で1回のレシーブ16ヤードに、抑えられた試合後、相手 CB のクリス・ギャンブル、 エスクリス・ハリスはモスがプレーを諦める場面が多かったと批判た。一方このことに関して、ペイトリオッツヘッドコーチのビルベルチュク、QB トム・ブレーディは反論しているペイトリオッツの同築ライバルであるニューヨーク・ジェッツの CB ・ダレル・リビスも彼のプレーにムラがあることを指摘している。2007年3月には前年に2勝14敗に終わりレーダーズから解雇されたトム・ウォルシュにより、 モスが年を取り過ぎたので、水曜日、木曜日には練習できないが日曜には、試合に出られる、I am to old to practice on Wednesday, and Thursday, but I am not to old to play on, Sunday, と述べたと発言している。2005年1月9日、プレイオフのグリーンベイパッカーズ戦で、タッチダウンした際にパッカーズファンに対してムーニング、 ただし下げたのはユニフォームのみを行い NFL から1万ドルの罰金を受けた。これについて当時インディアナポリスコルツヘッドコーチだったトニー・ダンジー、元バイキングスディフェンスコーディネーターはモスの行為は相手チームが負けた際パッカーズファンが行うムーニングを模したものであったと擁護している。マーシャル大学時代には自分は過去を振り返らない例として マーシャル大学のフットボールチームが1970年11月14日に飛行機事故にあったことを例として脱物議を醸した。ペイトリオッツの前に所属していたオークランドレーダーズやバイキングスを放出された原因の多くは彼の素行不良であるとされている。NFL に入団以降チャリティを積極的に行っており、特に子供たち向けの活動を多く行っている。 恵まれない家庭に衣類や食料の寄付を行ったり、ボストンチップの学校にバックパックを配ったり、委員会の開催を行っている。また、遊園地や NBA、彼の出場する NFL の試合に子供たちを招待している。2006年6月、フルーツジュースのフランチャイズを創設したことが報じられた。ナスカーのキャンピングワールドトラックシリーズに所属チーム。 ランディモス・モーターズ・ボルツを出場させている。白人のガールフレンドとの間に4人の子供がいる。兄のエリック・モストはミネソタ・バイキングス時代チームメイトだったことがある。父親とは疎遠であるという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。